ハロー、ハワイユー。オーダー、オーダーカスタムサイレンサーで、オーダーカスタマー、カスタマーオーダーカスタムサイレンサー、インナーサイレンサーメイキング、メイキングね、メイキングなのよ。おいで、もともとこれディスね、ディス何やったっけ、ディスノーノーセパレート、ノーセパレートね、これ今セパレートやろ、セパレートやけどノーセパレート、だからミーがこれカットして、カットしてで、これニューカバーオーバーサイズ、オーバーサイズでミーメイキングして、このカバーね、カバーでボルト、ボルトで止める、ホールド、ホールドね、ボルトで3ボルトでホールドで、こうタイトね、タイトで、これがオールド、ビフォー、ビフォーアフター。おお、英語が上手になってきやす。これがビフォー、ビフォーインナーサイレンサーで、これのノーグラスウール、ノーグラスウールだからハードで、ハードサウンド、こうハードサウンドだからノー、うん、ノーグッドフィール、まあいろいろやけど、でこれを一回ナッシングして、ナッシングして、それでこのニューサイレンサー、ニューサイレンサー、ここのここが何ぼやったっけ、63パイ、パイ、63パイに、これがインサイドね、インサイドじゃねえわ、インね、インで、これがこれ見えますか、スパイラル、スパイラル、サイクロン、サイクロンエフェクト、エキゾーストー排気ってなんでだ、ティーチャー、ティーチャー、マイティーチャー、排気音、英語、こちらが見つかりました、排気音、英語、エキゾーストガス、エキゾーストガスで、このアイシンクイメージね、アイシンクイメージはエキゾーストガスがエンジン RPM レスポンス、 RPM ロー、ミッド、ハイの時に、ミッドの時にはミッド、このサイクロンがミッドレンジ、ミッドの時にはなんていうの、抵抗、抵抗、英語、レッツゴーじゃねえ、抵抗抵抗、英語、レジスタンス、おお、センキュー、とんでもないです、ティーチャー、ティーチャーね、マイティーチャー、エキゾーストガス、エキゾーストガスがエンジン、ローレンジ、ロー RPM の時は、これが、サイクロンのフィンがレジデンス、レジダンス、抵抗、英語、レジスタンス、レジスタンスになって、でミッドレンジ、エンジン RPM ミッドレンジの時は
サイクロンエフェクト、サイクロンエフェクトで、ハイレンジ高回転の時にはサイクロンエフェクトでブーってこうブーってこう引っ張る、プッシュ、プル、プルやね、プル。ハイレンジの時にはサイクロンエフェクトでエキゾーストガスプルみたいなイメージ、わからんよ、イメージ、アイシンクね、みたいな感じで、このグラスウールがエキゾーストサウンド、ハードサウンドをこのグラスウールがソフトサウンドにするというダブルエフェクト、アイシンクやけど、わからん、アイドンの。オッケー。こういう感じですね。これビフォーのアフターね、アフター。メイキング。それで、これで、ワン、ツー、スリーで、ホールド。で、インナーサイレンサー、タイトね。で、この、グラスウールが、I have、 違うね、グラスウール、グラスウールでファーナミーハードのグラスウール、ハードファーナミーで、インサイドグラスウールで、ソフトファーナミーで、ここがビッグサイズやから、ビッグサイズイコールロートーン、スモールサイズイコールハイトーン、ちな感じだから、多分こっちの方がこの63のスペースこのスペースを有効活用、なんちゅうか有効活用、ベストよ、ベスト、これベストで、グッドで、グッドサウンドで、グッドサウンドのグッドフィーリングのグッドランニングやね、アイシンクね、多分。オッケー。マフラーのフランジのこの C クリップのはめ方です。片っぽをグッと入れてで、これでちょいと引っ張ると、そしたらこんな足綺麗に入ります。はーい、ニューサイレンサーメイキングの、サウンドをビフォーアフターのさっきインフォメーションのビッグサイレンサーのインサイドサイクロンのグラスウールのセパレートのこのマフラーをフィッティングしたから、今からサウンドをリッスンやね。 OK good、 はい、ステンレスパイプ、この手のなんやったっけ、デューティー、汚れが焼ける、グリル、手のフィッティングの時の手の汚れ、わかるよね、汚れがエンジンでホットになったら、エキゾーストパイプがホットになったら
焼ける、グリル、グリルね、OK。 だからクリーニング、クリーニング。いや、やってみまーす。ブンブンね、スタートね。で、あ、今聞いてもらって分かると思うんですけど、こっちは44杯44、こっちが44杯44杯で、ビッグサイズのところが63杯で、スタンダード、ハーレーダビッドソンのスタンダードサイズが44 1 4 1 3 4サイズ、パイプサイズだから44かな、44がスタンダードサイズで、これもスタンダードサイズだけど、エンドがビッグで、だからトロンボンサウンドもI feel good よ。I feel good ね。OK。これいいっすよ。これ。最高です。はい。こんな感じです。こんな感じで、なんだっけ。インナーサイレンサー。カスタム、インナーサイレンサーメイキング、カスタム、グラスウールとインナーサイクロンメイキングね、のビフォーアフター、アフターね、アフターやったね、のイングリッシュインフォメーション、おいで、I learning English で exactly exactly どういうんですか俺はい、 Thank you、 ありがとう、バイ。